パオロ・アレサンドロ・エスピーノはパナマ、共和国パナマ市出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。WBC でバッテリーを組んだダマソ・エスピーノは、いとこである。2006年3月に、第1回 WBC のパナマ代表に選出された。6月には、MLB ドラフト従順目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、 翌2007年にプロデビュー。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のパナマ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2012年11月に、母国パナマで行われた第3回 WBC 予選のパナマ代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。2013年11月18日にシカゴカブスと、 マイナー契約を結んだ。2014年3月27日に自由契約となり、4月10日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。ナショナルズ参加には2016年まで3年間在籍した。2016年11月15日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕から 参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーしウィリー・ペラルタがリリーフに配置転換したチーム事情からメジャーに昇格し5月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたメジャーデビューとなった同日のカブス戦では先発を任され4回を2失点の投球だった8月23日にアーロン・ブルックスの加入に伴ってリーフとなった 2017年8月26日に金銭トレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。レギュラーシーズン終了後の10月10日にマイナー契約で、AA、a a a 級ラウンドロックに降格した。オフの11月6日に FA となったが12月21日にレンジャーズとマイナー契約を結び2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2018年4月19日に自由契約となった。2018年5月1日にブルワーズとマイナー契約を結んだ。一籍後は主にトリプル a 級コロラドスプリングスでプレーした。オフの11月2日に FA となった。2019年1月16日にナショナルズとマイナー契約を結んだ。この年は参加のルーキー級。 ガルフコーストリーグナショナルズとトリプル A 級フレズノグリーズリーズでプレイし、2球団合計で19試合に登板して8勝4敗、防御率5.59、102奪三振を記録した。2020年9月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月9日にマイナー契約となってトリプル A 級フレズノに送られ、翌10日に FA となった。その後、10月15日にナショナルズと再びマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年4月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月16日のパイレーツ戦で5回無失点に抑え、メジャー初勝利を記録した。WBC では主に、 セットアッパーとしての起用が多く、速球を武器に高い脱散心率を誇るかつてのパナマの有望株。ありがとうございます。